1392、2級ですね。そういうのやんないかな。そういう。ちょっとうるさくない?ちょっとうるさくない?よし。角換わりだな。角換わり。なんだこれ?これつけってことか?棒銀する?二歩で勝って。これ二歩でできないんですよね。確か二歩できなかったっけこれ。できないやつじゃないかな。あー、それね、知らない。これパクロキ?銀、角下がる、歩突く、銀で、銀を、で、なんとかなるか。うん。じゃあ、矢倉組むわ。いや、飛車が狭いぞ。飛車が狭いな。これついて、銀下がらして、飛車がね、戻れないんだよな。棒銀か。こう、来たら?ちょっと狭いな。相手の作戦にま、参ったな。ここにな、隙間があるな。とりあえず一回追ってみるか。で?こう来られたら、飛車がお亡くなりになるな。ちょ、まずいな、これ。とりあえず何かと交換しなきゃダメだ。ちょ、タバコの、ちょ、何やった?あ、角と交換ならいいんじゃない?ここに隙間あるけど。ここだけ一応ケアしとくか。ここでも取られないんだよな。けどこいつらを前に行かせたいんだよな。打たせて歩。これちょっと危険だよな。ここだとね、歩。飛車打たれて歩パクられたけど、飛車打たすか?金が入るか。角金で飛車取れないかな。角打つ、スライド、金。ちょ、もうやっちゃうわ。角打つ。あ、ここに角打たれる?うん、入れるか。角打つ。ちょっと、もう、飛車を取れれば何とかなる。飛車を取れるかどうか。で、一応ね、打ち場所ここしかないんだよ。歩が打てねえな。次飛車で詰まされるから。どっちだ?こうか?ちょっとわかんなかった。うん。飛車さえ、もう飛車も無理だな。飛車無理だな。これ一歩もらったな。角打って。
ちょっと桂馬も使いたいから。これはラッキーじゃね？こっちでね、ゆっくり来られた方が嫌だったの。取って同銀なら角。取って同玉ならこっちに金打つ？歩が打てないんだよな。歩がここしか打てない。かなりね、攻めが、クソ攻めになってるな。これ、攻め合いで負けるな。攻め合いで負けそう。これはそんないい手じゃねえぞ。強者取れたら大したもんだよ、これ。これ相手崩壊するな、どっかで。よし、飛車取った。飛車取ったぞ。飛車と桂馬使うか。入玉？ちょ、桂馬使うか。飛車取ればなんとかなるぞ。この二つも取りたいな。この二つ取れば勝ちになる。つべの古代魚マニアの、うざいね。また守る気だな、お前。まだ守る気か？とりあえずこっからと。ああ、石はどかせませんでした。あ、入玉してくる、あんた。これ入玉無理だろ、お前。とりあえずこの二つ、二は取れねえかな、これ。とりあえず金を、働かせて。なんか優勢になったっぽいな。優勢になったっぽいな。ここはね、あっさり行くか、いやらしく歩打つか。取ってからの方がいいのか、歩打ってからの方がいいのか。いや、ちょっといやらしく行ってこいな。いやらしく行ってこい。さらにいやらしく行く？こう。いや、干渉してないって。実力だって。金、桂馬打つ、取る、パクる。うん。ちょっといやらしく行く。飯？飯はないな。金打つ。ちょ、歩でいいか。で、ガジガジ行くと。相手は攻める。攻める、あれ、ないぞ。よし、お馬さん一個消えた。お馬さん一個消えたぞ。相手はこれを間に合わすんだな。銀、同桂、同歩なり。いや、歩がないんだよな。歩がないな。銀、同桂、同歩なり、同金。
ちょっとわかんない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 。符がねえな。とりあえず大政一個消えたけど、まだわからんな。まだ粘られる。これには、ちょ、わからんな。あ、これ一歩歩、パクれたか？まあ、まだ、パクれるな。いや、もう当てるしかないんだよな。うん。当てるしかなくて。トリトリ？銀打つ、取る、取って取られたときに、ちょ、わからんわからん。一手差になりそうだな、結局。さっきのね、勝負どころ一手緩まったから。あ、これはラッキーじゃねえ？ラッキーじゃねえな。これで風パクれたよ。桂馬の方がいいのか。いやいや、当てなきゃダメだ。これで、ぶっ込み？もう一回、金打って取って飛車になって、金打たせてからなんかやる？それのが決まるな。決まんなかったら負けだけど。あ、よろしくお願いします。これのが、竜が近いから、なんかなるんじゃない？なんかならないかな、これ。桂馬がな、もう一段桂が。もう一段桂行きたいんだよな。風しかねえのか、これ。うわぁ、強引な、超頑張り屋さんだな。次、桂馬跳ねたらもう楽勝になるな。歩が、もらったよ。叩かれたらスライドする？あ、銀引っ掛けられてうるさいな。あ、取ったら角か。あ、一手差になってるな。ちょっとぬるかったな。ここはね、意外に二つ駒効いてるから。入玉か？多分、うん。これで頑張るしかないんだよな。これ封打てなかったら全部ずっとおかわり来るから。桂馬渡しても全然 OK だから。
桂馬渡しても OK。 これは1回これは詰むだろうな、これ。ちょ、わからん。角の利きを。わからん。わからん。罪はわかりません。竜の方が分かりやすいか。はい、殺しちゃった。罪あったの。分からん。もう詰まさなくていいんですよ。ここだな、ん？ここで決め手があんのか、本当に。いや、もうちょっと強いかな。もうちょっと強い。決め手がなさそう、わかんないな。トン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 。これでなんとか、この駒たちが躍動したからな。うん、そしてこれ手筋で。竜を近づける手筋で、決め時と。ああ、この竜がいたから。で、粘られたけど、これが硬いんだよ、これ。金冠。金冠って硬いから。金冠ね、トンシがないんだよ。いや、角打たれたらトンシか？いや、トンシでもないな。角打たれても逃げて、相当困なきゃ、つまないんだよな。金冠は。あとは適当に。この王手のタイミングはね、ここでも一回入るタイミングがあったんだよな。けどね、見送ったんだよな。あ、結局見送って正解だっていうの、これ。わかんないけど。で、手を渡すと。あとは適当。あ、どうも、よろしくお願いします。サボり、ちょっとサボりしいちくか。サボり CH。お願いします。はい。サボり CH。アクアリウム動画の人です。